社の意識改革をやるってすげえ大事なことであるし、ものすごい時間かかるんだよ。熱血コンサル基礎産業。京セラ創業者の稲盛和夫名誉会長が死去90歳。うん、この話だよね。どうやって、もう立志伝的な人物だよね。だってまあ、鹿児島出身でね、自分がもともといた会社というか、あのヤマハ音楽教室のフランチャイズやってた会社か、それこそ清和塾のね、広島の東側の方の世話人もやってたようなあの人で、うちの常務も確かそうだった、福島の世話人やってたと思うから、割とまあ関係性深くて、で俺もなんか清和塾のその読み合わせとか経営フィロソフィーの読み合わせとかそういうの参加してるとね、 JAL の支店長さんとか、ね、なんか来てて、なんか結構あの驚かされることもたくさんあったんだけど、この人まあ直接お会いしたことはないんだけど、まあ人伝いに聞くとやっぱりすごい人だったんだなというのがあるよな。俺経営フィロソフィー読み合わせる中で一番すごいのが、あの車を当時ね、なんか車がそんなになかった頃になんか買って乗ってもらおうと思って、運転手つけて自分がその助手席に座ろうと思っとったんだけど、なんかこの人がなんか運転できる能力がなくて自分が運転してたっていう話が面白かったよな。もう結構茶目っ気もあってね、あの面白い方なんだけど、やっぱ今でも心に残ること多いかなという話ですよね。稲盛和夫さんの教えで一番心に残っていること、実際に事業に生きているような格言っていうのは何かありますか？俺もね、このやっぱ結局これに尽きるのかなと思って、あの土俵の真ん中で相撲を取るっていう話がある。あとね、まあ指針なかりしかというかね、やっぱ経営やるときに指針を、要は地理私欲で起こしてる事業、儲かるからやるっていう事業で失敗するっていう話があるんだ。まあこの2つかな。特に指針がもう儲かるからやりましょうみたいな話で言われる商売っていうのはまず成功しないからな。今もこうやって偉そうなこと言ってるけど、昔はもう本当にね、もうたくさんの失敗をしてきたよ。儲かるからやってる。でもね、一番最初に創業しようと思ってる人ってそこ大事だと思う、実は。やっぱまず生き延びることが大事だから。それにそんなに勉強してないから、やっぱり勉強してないうちに、こうそこを勉強する時間というか、勉強してから独立してたんで、やっぱ間に合わないっていうのがあるから、最初一人の時には、やっぱり儲かるからこれをやる、まず生きるためにこれをやるで全然いいんだけど、やっぱり組織化してくると、指針があっちゃいけない。この間こんな話があったんだよ。まあ、あるあの、外国のね、某、ちょっとね、風俗関係で有名な国があるの。ね、そこへまあ、重役5人だったっけ、あの会社を起こしてんだよな。それはどうしてかっていうと、そこに行きたいからなんだよ。奥さんに黙ってそのそこに行って、なんかいろんなビジネスを展開したいからみたいなね。まあこのちょっとヨーロッパのある方面だと思っといてください。あの事業を始めたんだって。でうまくいかなかったんだよ。でその人割と結構有名な人でね、で俺も結構可愛がってもらってたんだけど、まあ2ヶ月ぐらい前かな、なんか会った時に、なんかその5人でやって事業っていうのもうまくいかない、みんな逃げるんだって。社長以外は、借り入れを起こしてる社長以外はみんな逃げるんだって。なんかもうひどいだろう、なんかそんなもんだって。企業再生ってもうほんまそういう現場はもう散々見てきてるから。それだって自分がこのね、あのマズローの5段階欲求でいうと、この自己実現の欲求っていうの、そこがやっぱりこうね、共有できてないと会社ってやっぱうまくいかないって。まあもうやっぱ指針があって独立するっていうか、そういう事業をやるっていうのは絶対失敗するいい例だと思った。それこれも通じてこういうことで世の中に貢献したいみたいなものがやっぱりないと。あの清和塾がすごいな思ったのが、そういうのがね、なんかない人でもちゃんとあるじゃん。なんかあの物心両面の幸せをね、なんか幸福追求するみたいなさ、あるじゃん。だからあれない人でもやっぱこれをやっぱり唱えてればいいんだみたいなところもやっぱあるんだよ。初心者向けなんだよな。よくできてるよなと思って、俺もやっぱそこから入ったもん。で俺も常務にやっぱり教えてもらって、やっぱ数字を結構追求してた時期っていうのが結構あって、その時やっぱ言われてて、俺もまあ改心したのは、従業員の幸せをねを考えてますかってことだよ。ここがやっぱりできてないと、やっぱり従業員お客さんの幸せというか、
やっぱ物心両面のやっぱり幸福っていうところを考えてますかっていうところが基本的にないと、そのやっぱりうまくいかないんだよ事業って、ね、やっぱりみんなで遊びに行く、お姉ちゃん遊びしに行くからこれやろうみたいなことでお金出し合ってやった事業ってやっぱうまくいかないよな。ビジネスモデル聞いてて悪い話じゃなかったんだよ。まあこれもなんかあの、まあうち関わったの最近 FC 多いからね、なんか FC 本部的な話が多いんだけど、やっぱりその集まんないよね。50から上ってのはやっぱ集まんないよ。だからやっぱりすごい大変だなと思ったんだけど、やっぱその指針があって始めるっていうと、やっぱそこをどっかで頭打ち止めになるよね。やっぱりそのいざ何かあった時には俺のやり方の通りにいかないからだみたいな、やらないからだみたいな感じになる。だいたい社長っていうのは怒られることないからね、社長になった瞬間ね。俺もそうだったんだけどね。だから俺が愛を持って怒ってあげるしかないんだよ、ね、怒ってほしいんだからだっていうふうに俺は思って言ってるけどね最近は。やっぱりその指針を持ってやってるっていうのはやっぱ失敗するかなって。あともう一つ、そのね、土俵の真ん中で相撲を取る、これはすげえ大事なこと。よく言う実学っていうのがあってね、なんか会計をこう見ていってっていう話あるじゃん。アメーバ経営も当然そうなんだけど、どっちかというとその実学というか、実際にこう要は会計つけていくのも、そんなになんかさ毎日追っていけばいいよ。最近はまあマネポと連携してね、その毎日追っていけるようにはなってるんだけどさ、けど案件ベースでどんなものを持ってて今月どういうふうにやるみたいなところを、だいたい1週間ぐらいでラップ刻んでやっていくぐらいでないとやっぱ利益出ないよ。もう本当にそれは思う。うちの会社もやっぱり会計が資産表が出てない時ってそこがおざなりになっちゃうもんね。やっぱ BSPL やっぱ追っかけていってないとやっぱ利益出ないもん。だからそういうのもあるから。だけど追っていくとやっぱり意識が共有されてるから、やっぱりそのちゃんと利益出るんだよね。土俵の真ん中で相撲を取るっていう、全然相撲取ってないからね。だから企業再生やってるとね、本当にうっちゃられた後ぐらいで来るからうっちゃられてかもう寄り切られたって寄り切られた後で来るのからさ、どうして寄り切られた、寄り切られそうですみたいな、いやもうそれお前なんか土俵出てるしみたいな、なんかさっていうようなことが多いわけよ。だからそういうちょっとこの2つかな、ちょっと今でも大事にしてる。なんせまあうちだけなのかどうかあれなんだけど、うちの会社ってだって毎年相当数の新規事業案件って来るからね。でそのなんていうか集めてるもんね、2万7000人ね、顧問先だけでも100数えるわけだからさ、ほらそれだけでもやっぱ結構来るじゃんね。もうそれ使ってこういうことやりませんかみたいな来るけど、やっぱり一番大事なのはやっぱりその指針なかりしかというかね、うん、いうところがやっぱり大事なのかな。やっぱりこの2つを持っておりさえすれば、まあ、ちゃんとやっておりさえすればそう間違えないのかなというふうに思いますね。経営者の方が稲盛和夫さんの教えを学ぶことっていうのは結構多いと思うんですけども、それを社員の方にこう浸透させるっていうところで大切なことってどんなことでしょうか。やっぱり読み合わせなのかな。うちの会社みたいなのがあったら、まあ、ちょっと自分とこの身内の話するのもあれなんだけど、最初に話するときにこういう事業をやろう思うっていうときに、だいたい社員と話するからなそのときにやっぱりあの私利私欲でやってるかどうかいうのはみんなわかるから、やっぱり自分照らし合わせるみたいなところはあるから、やっぱコミュニケーション持つって大事だなと思う。でそういうのがなくてあんま変わってない会社っていうのはやっぱり読み合わせはやっとくべきかな。まあフィロソフィーの読み合わせぐらいはやっとく必要があるのかなと思うよね。あれ結構新書サイズで割とでかいんだけど、あれ読み合わせだけでもやっぱりちょっと違うかなという思うよね。まあ社員に浸透させるっていうのは従業員が10人以下の時にはそんなに気にしてないと思うんだよね。だけど10人以上ぐらいの会社になってくるとやっぱ読み合わせってすげえ大事で、やっぱり意思疎通を図れてないといけないからね。あの JAL のね経営改善やった時に稲盛さんはやっぱりそのフィロソフィーの読み合わせをやったっていうね、あれすげえ大事なことっていうのは、そのやっぱり大きい会社の意識改革をやるってのはすげえ大事なことであるし、ものすごい時間かかるんだよ。だからこの教えっていうのを読み合わせてからこう考え方をこう決めるみたいなね。これあの昔からあるよね。あれ誰だったっけ、あの戦争論書いた人、あどういう人だったっけ、忘れたな。あれだよ、ナポレオンにねどんなにやっても勝てないみたいな、その基本的な考え方っていうのはもうみんなでこう幹部から末端までこう意思疎通バーンと測っといて、で各人のその長がその意思に反してないっていう話であったら、その要は目的を達成するためだったらそういう戦い方はもう任せるっていうね。
あ、こう訓練戦術っていうんだけど、クラウゼビッツだ、うん、クラウゼビッツの戦争論っていう本があるんだよね。これを読んだら分かる、ね、これと一緒なんだよね、その読み合わせって。で結局その哲学ってところがこう全部一緒になってて、こういうことでやっぱりここからはみ出してはいけないみたいなね。ネギメも社長の仕事でね、例えばこうでないといけないとか、なんかいう教えをもうみんな守ってて、そこから要は逸脱しないのであれば各人のその所属長がにやり方を任せるみたいなやり方だね。そうするとその戦線が広がる、やることがどん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 広がっていく中で、そのスピード感を持ってこう動くことができるからなんだよね。でそれをちゃんとあなた儲けることができてますかっていうのを見るところがアメーバ経営になってくるのかな。だからその辺の考え方がちょっとこう、あの昔からのやり方とそんなに変わってないんだよね。だからまあ社員との意思疎通をどこで測るんですかって言ってます。社長の考え方をズドンと言ったところで、結局あの社長の顔色を見てから仕事をするっていうような会社になってしまうから、だからまあ哲学っていう一定の基準があって、でそこに対して上から下までこう全員同じ考え方で勉強していくっていうのが、まあ要は清和塾のすごいところなのかなというふうに思いますよね。まあそういうことでね、まあ今回はちょっと、まあ90歳だからね、あの毎日なんかやっぱりこう健康管理に維持してね、やっぱこうやってるからこれだけ長くやれてたっていうのがあるんだよね。もう俺も今すごいこの1ヶ月で7キロぐらい痩せてさ今度はもう体脂肪率をもっとグッと絞ってね、まあよりこう人が見て憧れるような存在になろうと思ってちょっと頑張ってるんだけど、やっぱり日々のこう努力っていうかね、やっぱ周りからやっぱり経営者見られてないといけないというふうに思うんですよね。だからあの今あの1万2000円のメンバーシップやってます。あのグループコンサルで4人職務でやってるんですけども、あのだいぶこう、まあ、顧客数というかね、あの受講生というかが増えてくる中で、これがやりたいあれがやりたいところがマッチングできてますね。あのそういう中でちょっとあのぜひこう他の会社の考え方とかね、やっぱりそういうところも見ながら、大きい会社の社長さんとかも来てたりとかするのでね、ぜひ一度こう、まあ、意見交換する場というのがあったらいいのかなと思います。あのご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、あのお問い合わせいただくとですね、最初無料で私とズームさせてもらえたらと思っておりますので、よろしくお願いします。それと今資金繰りに困ってるとかね、赤字体質から抜け出したいとか思ってる方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。